紹介に預かりましたマーケットを言います。改めまして釜山町の皆さん、こんにちは。はい、どうも。ですね、一昨年にですね、夏祭り、踊らせて以来のですね、参加になります。2年ぶりにやってきましたマーケットでございます。ありがとうございます。さあ、今日はですね、ただいまご紹介に預かりました通り、今から、マイヤーのちょっと時間いただいて踊らせていただきますけども、今年はですね、踊りのテーマなんですけども、実は、釜野町竜銀の滝の竜の伝説をモチーフに作品を作りまして、曲と踊りを作りまして踊らせていただきます。なのでですね、もうこの釜野町でぜひとも踊りたいということで、今日はですね、張り切ってやってきましたんで、ぜひともですね、温かい拍手ともっと手拍子ともね、これからよろしくお願いします。まあ、拍手はいいんでね、手拍子ともね、くださいね。さあ、それではですね、今日ちょっと今ね、時間が結構尺がね、いただきましたんで、ちょっとゆっくりですね、説明をしていきたいと思いますけども、今日、注目していただくポイントがいくつかあります。はい、まず一つはですね、踊りのバックに滝が出ます。竜銀の滝をね、イメージした滝が出ます。はい、そして、中盤に竜も出ます。はい、ドラゴン出ます。はい、そして曲の最後にもみじのね、でっかい東濃のこの辺のね、山々がね、秋に真っ暗になったとイメージしたもみじがですね、出ます。そのもみじなんですけども、この釜野町のですね、小中学校幼稚園とかですね、いろんな皆さんに、ね、協力して手形を押していただきました。もう手形で作ったもみじの大スクリーンが出ますので、ね、とてもですね、必見ですのでね、よろしくお楽しみください。あ、もみじ押したって人、もみじ手形押したよって人、なんか押した方がいいわ。もみじ押した、ありがとうございます。はい、そのもみじの、ね、スクリーンが、ね、出ますので、ぜひともご覧ください。でですね、一個だけちょっとね、お詫びしなければなりませんけれども、今日衣装が間に合いませんでした。すみません、本当はですね、もうちょっとかっこいい衣装なんですけども、今日はですね、衣装がちょっとね、台風のせいで間に合わなくて、今日は去年の衣装でですね、T シャツで踊らせていただきますので、ちょっと本来のイメージとは若干違いますけども、ね、ぜひともね、完成版は来週の水溜りの七夕祭りでもね、衣装を、ね、間に合わせて踊りますので、ぜひともここで見ていただいて、ぜひ来週はですね、駅前の方で来ていただけるとありがたいと思いますので、そこのところだけね、本当に申し訳ないです。まあいいじゃん。さあ、というわけで、今日今練習終わってここに直行しましたマイヤーさんですけども、マイヤーのみんな準備はいいですか？いや、若干疲れが見える。もう一回言いましょう。準備はいいですか？練習はまだけど疲れてないですか？はい、それではですね、踊らせていただきたいと思います。タイトルは、火の群れに染まると書いてオムラ染めと言います。それではいきたいと思います。はい、頑張って。滝の音は染めの流れる竜の歌、止まる。よろしくお願いします。すいませんですね。はい、それでは改めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。滝の音は止めの流れる竜の歌、止まるもみじ、ふるさとを思う。Ages past, a water fall, its beauty and falls has existed in the small town of Kamado, Mizunami. A pair of dragons, male and female, made their home in the mountains around it. It is said that their voices can be heard calling out to each other. These are the unique dragons' cries, the sound.
そして龍銀峡の紅葉を記念して作った踊りになります。